東京にいる密入国者約15万人、彼らは自らを守るために裏都庁を作り上げた。そこには役所もあれば裏警察も存在する。人は彼をディアスポリスと呼ぶ。100万振り込め。誘拐だ、誘拐。違法人同士のってことですか？ダーティーイエローボーイズ。どうやったらあいつら止められっかな。闇銀行襲いに来たんとちゃう？なんだよその銀行って。日本のアングラマネーの集積所。裏警察史上最大最悪の事件が始まる。あいつらこれからも殺すぞ。フンチは。ディアスポリス、ダーティーイエローボーイズ。僕置いてくんですか？そんなこと言ってるからモテねえんだよお前は。